歯医者さんのつぶやき。こんにちは、小池病院歯科の小池です。もう11月が終わりかと思うと、1年こう早いなっていう感じにはなるんですが、今年は本当にね、夏が終わるのが遅く、例年とちょっと違ってね、暑い感じのそういうのになってるんで、世界規模で見て暖冬っていう形になるみたいなことを何かの僕ニュースでちらっと見た記憶があります。それによって来年の夏は、水不足なんか気をつけなければいけないなんていうような話だから、全部そのつながっていくんだなーっていうのニュース見てて思ったんですけどね。最初それ見たの夏過ぎぐらいだったかな。そうしたら本当に言ってる通りに、冬に移行するのがなかなかこう秋が来ないっていうね、ずっと暑い感じのが続きましたよね。だから暖冬、暖かい冬であるっていうことは過ごしやすさの面ではありがたいかもしれないけれど、でもそれが巡り巡って次の夏の水不足につながる可能性がある。その世界的な話で言ってるんで、日本がどうなるかに関しては僕はよくわからないんで、専門の人に聞いてくださいって形にはなりますが、次のね、夏とかバタバタしないように迎えることができればなと。どっちにしても診療中ね、僕は汗をかきたくないんで、暑いっていうのが嫌なんです。患者さんも多分僕が暑がって汗かいてると嫌だと思いますけど、患者さんは口を開けて上を向いてます。僕はそこを覗き込んでいます。さて、僕が汗を垂らしたらどうなるでしょうって考えると嫌だって分かりますよね。そうじゃなくても、お医者さんのオペのシーン、お医者さんの手術のシーンとかで、ね、先生がこう帽子かぶってマスクして汗が落ちないようにしながらも、こう一生懸命の汗が出てきて、そのブワッとした汗を助手の人たちがパッパッパッと拭いたりしてますよね。あれだってよく考えてみてください。もし開腹手術、お腹を開けて手術してるそのお腹の中に先生の汗垂れたらどうなるって思ったら、いや怖いですよね。だから僕らのお口の中の治療っていう部分でも関連するわけでね、僕は決して汗をかきたくない。だけど僕たち歯医者さんのね、診療中の姿勢っていうのもなかなかに覗き込むような姿勢でやってる時もあったりとかすれば、それこそね、手元そこの歯を削ってる間、そこ以外は決して動かない機械の一部になったかのようにって、そのぐらいの集中を持ってやってる時もあったりすると。そうしたらね、手首から先以外一切動いてないような状態で、極論ですよね、何かやってるってことを考えたら、体にかかる負荷とかそういうのを考えると、やっぱり汗っていう部分ね、あと集中するとやっぱり汗をかきやすいっていう部分だから、お医者さんのオペ室だったりもそうなんですが、ね、手術だったり小手術だったりね、口の中っていうのはそういう小手術みたいな形になるわけですが、術式を何かそういうやる部屋っていうのは涼しめであった方がいいなっていうのが僕の考え方です、ね、僕のいた大学病院なんかやっぱりオペ室なんかもやっぱりよく冷えと凍えるようなんじゃないけれど、やっぱり寒い感じでね、やっぱり汗をかかないようなね、とっさに術中焦って、それで汗が出ました、それが垂れましたっていうのもやっぱり避けたい部分ですからね。なので学生時代そういったオペの、ね、手術のところを見学してるときなんか突っ立ってるんで、何もせずに突っ立ってると、それがね、本当にガタ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 が体の芯が震えるような、そんな寒さを味わったような記憶もあったりもします。うちの小池病院の歯科、部屋は若干涼しい設定でなってると思いながら来ていただければと。待合室は快適かもしれませんが、治療を行う、各部屋個室なわけなんですが、各個室治療内容に合わせてっていう部分はあるんですが、僕が集中して何かやるときには涼しめだと思っていてくれればなと。というわけで、部屋が夏場でもちょっと寒いとか、冬場でもちょっと涼しめだなとね、なんでもうちょっと快適にしてくれないんだろうって、思う人もいるかもしれませんが、快適より涼しめっていうのはむしろ僕がこだわってるポイントの一つだなって思ってくれるとね、そういうこともこだわりの一環だったんですねって思える人もいるかなと思います。というわけで、ちょっとした治療の裏話の一つでした。では今日はこの辺で失礼します。